人殺し。山本周五郎。1。双子六兵衛は臆病者と言われていた。これこれだからという事実はない。誰一人として彼が臆病者だったという事実を知っているものはないが、いつとはなしに、それが家中、一般の定評となり、彼自身までが自分は臆病者だと信じ込むようになった。少年の頃から、 喧嘩や口論をしたためしがないし、危険な遊びもしたことがない。犬が嫌いで、少し、大きな犬がいると、道をよけて通る。乗馬はできるのに馬が怖く、26歳になる今でも、夜の暗がりが恐ろしい。ネズミを見ると飛び上がり、蛇を見ると、青くなって足がすくむ。これらの一つ一つを挙げていっても、 臆病者という概念の証明にはならない。それは感受性の問題であり、多かれ少なかれ、大抵のものが身に覚えのあることだからだ。この話の出典は、辺見見録という古記録の結本で、越前家という文字がしばしば見えるし、龍勝院様500年記とか、佐久、玄公、昭安公、五両の字なりなどという記事もあるから。 調べようと思えば藩の名を探すのは困難ではないだろう。当時の越前には福井の松平、鯖江に真鍋勝山に小笠原鶴賀に酒井大野に土井のご飯があった。けれども越前家と一口に呼べるのはまず福井の松平氏だと思うしたとえそうでないにしても話の内容にはさして関係がないから。 ここでは福井藩ということにしておきたい。遍美弥録によると、双子家は永代掘堀支配という役で、家禄は180三35人淵だとある。城の内堀外堀の水量を監視したり、泥をさらったり、石垣の崩れを修理したりするものらしい。後に、これらは不審奉行の管轄に移されたが、双子家の永代美堀支配という役は、 そのまま末置きになった要するに何十年か前双子家は名目だけの堀支配で実際には無役になってしまったのだそして誰も気が付かなかったのかそれとも永代という文字に意味があったのか六兵衛の代になっても役目だけで実務なしという状態が続いていたこの出来事が起こった時彼は26歳 妹の金は21歳であった。父母はすでに亡くなり、わずかな男女の雇い人がいるだけで、兄弟はひっそりと暮らしていた。六兵衛も、独身、妹の金も未婚。親族や知友もあったのだろうが、兄にも妹にも、縁談を持ち込むような人はいなかった。筆者である私には、このままの兄弟を眺めている方が好ましい。 当時としては、今季を逸した兄弟が、世間から忘れられたまま、安らかにつつましく生活している、という姿には、言いようもない、人間的な深い味わいが感じられるからである。だが、話は進めなければならない。お兄様、どうにかならないのでしょうか、と金は言った。私、もう、すくづく嫌になりましたわ。妹が何を言おうとしているか、 六兵衛はよく知っていた。それは、周期的にやってくる女の不平であり、女の愚痴であった。今日はね、と、彼は、話をそらそうとした、別府さんの門の前で、喧嘩があって。お兄様金は、兄の言葉を、容赦もなく遮った。あなたは、私の申し上げたことが聞こえなかったんですか。いや、聞いてはいたんだがね。 喧嘩ののが頭にあったものだから私もう21ですのよ。ほう、彼は目を見張ってみせた、21だって、それは本当かね。私もう21です。ついこの間まで人形と遊んでいたようだがね。お友達は、皆さんお嫁に行って、中には、3人もお子たちのいる方さえあります。それを、私だけが、まだ、こうして、 白羽のままでいるなんて、恥ずかしくって生きてはいられませんわ。食べない金、ね、と彼は言った。この菓子はうまいよ。この菓子はうまいよ、金。排除悪く、兄の口まねをした。お兄様には、そんなことしかおっしゃれないんですか。この辺で泣き出すんだ。これが何よりも苦手だ。と六兵衛は思った。けれども金は泣かなかった。顔をこわばらせ。 すごいような目で、兄の顔をにらみながら、ふるふると唇を震わせた。お兄様にも、嫁に来てがなく、私にも、一度として縁談がございませんと金は言った。なぜだかご存知ですか。そういうがね、世間にはそういうことが。なぜだかご存知ですか。六兵衛は黙り、もしも、女というものが、みんな妹のようだとしたら、俺は、 一生独身でいる方がいいな、と、心の中でつぶやいた。みんなお兄様のためですとかねは、きっぱりと言った。あなたが臆病者と言われているためなんです。侍でいて、臆病者と言われるような者の,のところへは、嫁もくれはしないでしょうし、嫁にもらいてもないのは当然です。そうお思いになりませんか。先月も同じ、先々月もその前も、定期的に。 何年も前から同じことを言われているように感じ、けれど、六兵衛は、そんなけぶりも見せず、よく反省してみるように、司祭らしく何かを見つめ、首をかしげた。そうだね、と、彼は用心深く言った。そう言われてみれば、言われなければわからなかったとおっしゃるんですか。いや、そんなことはない、そんなことはないさ、自分だって、うすうすは感づいていたんだ。 薄々感づいていたんですって、トカネは、膝の上の拳を震わせながら言った。それなら何かなすったらいかがですか何かを、そうよ、臆病者などという汚名をすすぐために、もう何かなすってもいい頃ではありませんかそう思いになったことはないんですか自分でも、時々そう思うんだが、六兵衛は、ため息をつきながら言った。何しろ、その、 道に落ちている財布を拾うというようなわけにはいかない問題だからね。お拾いなさいな、とかねは言った。道にはよく財布が落ちているものですわ。確かに、彼は道に落ちていた財布を拾った。しかも大変な財布を。ここで、変見ミ録の記事を23引用しなければならない。遠京2年10月5日、江戸三立 同十八日御騎乗三年牛八月将軍家重公ご上落同年吉江人萌え国山うさぎ狩り御出うさぎ狩りの時総論ありご家海武芸者二頭昇るの木名は五郎夫と正国日立木おそば胡椒加納平米を切って退散加納は即死御騎乗と共に売ってのことを仰せ出さる二頭昇るの木は 剣術とはんやりの名人で、新規に三百国で召し出され、家中の者に稽古をつけていた。六尺一寸というたくましい体袋に、目も口も鼻も大きかったらしい。特に鼻が目立っていたのだろうか、若侍たちは、陰で、鼻というあだ名で呼んでいた。狩場で、どんな騒論があったのかはわからない。登るの気は、ちょっと酒癖が悪く。 暇さえあれば酒を飲むし、酔えば決まって乱暴をする。現実とはんやりの腕は、紛れもなく第一級であり、稽古のつけ方も厳しくはあるが本筋だった。彼は、三年前、江戸で犯行に見出され、二百0石人淵で国元へ来たが、三十一歳でまだ独身だったし、女に手を出すようなことはなかった。俺の女房は酒だ。 登るの木は常にそう言っていたし、よそ者には心を許さない土地の習わしで、縁談を持ち出す者もいなかった。お抱え武芸者として尊敬はされるが、人間同士の愛情やいたわりには触れることができない。それが、犯行に見出されたという誇りと勝ちあって、次第に酒癖が悪くなったようであった。狩場で切られた加納平米は、 襲ばさらずと言われた故障で、親兄弟は江戸屋敷にいた。犯行は激怒され、すぐに追っ手をかけろと命じた。これは、加納の家族とは関係がない、登の木は、俺に歯を向けたのだ、上位とうだ、と名目をはっきり決められた。登の木は、狩場から一度帰宅したが、すぐに旅支度をして出て行った。そして、出て行くとき、彼は、 門邸の一人に向かって、これから北国街道を取って江戸へ行く、逃げも隠れもしないから追っ手をかけるならかけるがよい、と言い残した。そこで、誰を売ってにやるか、という戦議になったが、相手が相手なのでみんな迷った。彼なら確かだ、というものも見当たらないし、私がと名乗って出るものもない。だからといって、一人の相手に人数を組んで向かうのは、 越前家の面目に関わる、どうすればいいかと、果てしのない表儀をしているところへ、双子六兵衛が名乗って出た。人々は調了されでもしたように、そっぽを向いて相手にしなかった。六兵衛は怯えたような顔で、唇にも血の毛がなく、むくろは見えるほど震えていた。よほどの決心で名乗り出たのだろうが、名乗り出たという事実だけで。 もう恐怖に取りつかれている様子だった。よした方がいい、と一人が言った。帰り家にでもなったら、恥の上塗りだ。だが、他の者は同意を示さなかった。六兵衛が臆病者だという表は、家中に隠れもないことだし、二頭登るの木の耳にも入っているかもしれない。その臆病者が売ってに来たと知ったら、果たして、登るの木はどう思い どういう行動に出るか。そう考えた一人が、急に膝を打ち、そこにいる人々を目で招いた。に金、いるか、六兵衛は帰宅するなり叫んだ。来てくれ、旅自宅だ。兄の居間へ入ってきた妹の金は、大きななりをして帰る。そうそう、飯の支度だなんて何事ですか、と言った。飯ではない旅自宅だ。いよいよそうか。 とでもい,いたげに金は冷たい目で兄を見た。世間の嘲笑に耐えかねて、いよいよ試作にする気になったのか、と思ったようである。そう急がなくともいいでしょうと金は言った。片付けなければならない荷物だってあるし、それに、荷物なんぞいらないろくべは、妹の言葉を遮って言った。肌着と下帯が23あればいいんだ。急いでくれ。 落ち着かない手つきで袴を脱ぎ、帯を解いている兄を見ながら、金は、心配そうに、何かあったのかと聞いた。あったとも、と、六兵衛が言った、長い間の汚名をすすぐ時が来た、五上位のうってを仰せつけられたんだ。これを見ろと言って、脇に置いてあった法書の包みを取って渡した。その表には、上位等の首位とあり、中には、 二登る軒の罪状のと、売って焼く双子六兵衛に便宜を与えてくれるように、ということが、犯行の名でしたためてあった。犯行の名には、牧印と花王が記されているし、宛名のところには、未知事初犯ご老職中と書いてあった。金は顔色を変えた。二刀とは、十金は兄に問いかけた、あのお抱え武芸者の二刀五郎太夫という人のことですか。 そうだ、それに書いてある通りと、六兵衛は、裸になりながら答えた、あの二頭のぼるの木だ、着物を出してくれ。とんでもない鐘は震え出した、やめてください、そんなバカなこと、あの人は、剣術と槍の名人だというではありませんか。六兵衛は、そうきくなり、両手で耳を塞ぎ、悲鳴を上げるような声で、着物を出してくれ、旅自宅を急いでくれと叫び、 風呂舎の方へ走り去った。お金は、その後を追って行き、やめてくださいと哀願した。相手は名人と言われる武芸者、あなたは、剣術の稽古もろくにしたことがない。返り討ちになるのは知れきっているし、そうなれば、双子の仮名も耐えてしまうだろう。私が、いつも、不平や泣き言を言うので、あなたは、つい、そんな気持ちになったのだろうが。 あなたに死なれるより、まだ臆病者と言われる方がいい。すぐにお城へ戻って辞退してください。これからは、私も、決して、泣き言や愚痴はこぼさない。どうかぜひとも辞退しに行ってください。金は、涙をこぼしながら、そう口説いた。風呂舎で水を浴びながら、六兵衛は、ダメだと言った。これは私のためだと、彼は言った。 お前のの泣きででやけにななったのではない私も一生に一度ぐらいは役に立つ人間だということを証明して見せたいんだお兄様は殺されてしまいますそうかもしれないだがうまくいくかもしれない六兵衛はむを吹きながら言った道場での試合なら別だがこういう勝負には運不運がある2頭のぼるの木は名人と言われ自分の腕前を信じているが私は 臆病者だと自分で認めている。この違いは大きいんだぞ。金、ね、私はこの違いにかけて、売っての役を願い出たんだ。お兄様は殺されますと言って金は泣き出した。お兄様は、きっと、返り討ちになってしまいますわ。たとえそうなったとしても、六兵衛は震え声で言った。この役はご上位という名目だから、断絶するようなことはない。私はないと思う。 お前に婿を取っても亀は立ててもらえるだろう。必ず亀は立つと私は信じている。私が悪いんです。金は、むせび泣きながら言った。みんな私が悪かったからです。お兄様、勘忍してください。さあ早くと、六兵衛が言った。旅自宅を揃えてくれ、泣くのは後のことだ。変見見録によると、双子六兵衛は、登る木の跡を追って、 三日目に追いついつたというところは、マットを、町の手前の縄手道にかかったとき、六兵衛は、登る軒の姿を見つけた。背丈が高く、肩の張った骨太の、たくましいむくろつきは、後ろから一目見ただけで、それと分かった。六兵衛は、我知らず逃げ腰になり、口を開いて歩いた。口を開かなければ喉が詰まって、 呼吸がななくなりそうだったからである心臓は太鼓のランダのように高鳴り膝から下の力が抜けて立っているのが精一杯という感じだった待て落ち着くんだと六兵衛は自分に囁きかけたまず落ち着くのが肝心だ向こうはまだ気づかない今のところはそれだけがこっちの勝ち身だからな彼は 全身の震えを抑えようとし、幾度も唾を飲み込もうとした。震えは収まらないし、口はカラカラで、一滴の唾も出てこなかった。登るの木は、ゆっくりと遠ざかってゆく、大きな編み傘をかぶっているが、その傘が少しも揺れないし、歩調は静かで、その一歩一歩が尺で測ったように、等間隔を保ってい、乾ききっている道だのに。 足元かから埃の立つ様子もなかった武芸者もあのくらいになるとと六兵衛はつぶやいた歩き方まで違うんだな彼は感じ違ったように首を振りそろそろ歩き出した登るの木はまっとで宿を取った六兵衛はそれを見定めてから同じ宿に泊まりあくる朝登るの木が出かけるのを待って後からその宿を立った 登るの木と同色しているということで、六兵衛は、おちおち眠ることができなかった。どうすれば打てるかと、いろいろと思案したけれども、これといううまい手段が思い浮かばず、ともすると、こ神様という言葉に引っかかった。何がこ神様だと、彼は、登るの木の跡をつけてゆきながら、首をひねった。こんなところへ、何のためにこ神様が出てくるんだ。 登るの,の木は、金沢へはよらず、北国街道をまっすぐに歩いて行った。金沢城下は騒がしく、何やら物々しい警戒気分が感じられた。往来の者の話を聞くと、将軍家が上洛するとのことで、怪しい人間の出入りを監視している、ということであった。将軍家の上洛なら、東海道であろう、こんなに遠いかがの国で、 往来の者のを警戒するなどとは馬鹿げたことだ。そう言って嘲笑う者もいた。昇るの木が金沢城下を避けたのは、そんな騒ぎに巻き込まれたくなかったからであろう。将軍上落のことは、辺見見録に、遠京三年牛八月と記してあるから、この時は、七月から八月へかけての出来事と見ることができる。すなわち、新暦にすると成果の功で、 北国路でも暑さの厳しい時期だったに違いない乾いた誇り立つ道を歩き続けながら双子六兵衛は次第にうんざりしてきた自分のしていることが馬鹿らしくなり上位とという名目のそらぞらしさそんなことで日頃の汚名をすすごうと思った自分の愚かさなどについて反省し登るの木が狩場で狩野を切ったのは 昇るの木の個人的な理由があったのだろうし、この俺には関係のないことだ。そんなことを考えながら、汗をふきふき歩いていると、突然後ろから呼びかけられた。おい、ちょっと待てと、その声は言った。貴様福井から来たうってじゃないのか。六兵衛は、ぞっとそうけだちながら飛び上がった。飛び上がって振り返ると、二頭昇るの木が後ろに立っていた。 その顔には見覚えがあると、昇るの木は、網傘の一端を上げ、冷ややかな、刺すような目で、じっと六兵衛を睨んだ、うん、確かに覚えのある顔だ、貴様売ってだろう、俺のこの首が欲しいのだろう。六兵衛は逆上した。全身の血が頭へ昇って、ほとんど失神しそうになった。人殺し六兵衛は我知らず、金切り声で悲鳴を上げた。 誰か来てください人殺しです人殺しそして夢中で走り出し走りながら同じことを叫び続けたどのくらい走ったろうか息が苦しくなり足もふらふらと力が抜けてきたのでもう大丈夫だろうと振り返ってみた白く乾いた道がまっすぐに伸びてい右手に青く海か湖の水面が見えた 道の左右は稲田で、あまり広くない街道の両側には松並木が続き、よく見ると、道の上には往来する旅人や、馬を引いた百姓などが、みんな立ちちって、びっくりしたように、こっちを見ていた。十丁ほど、先で道が曲がっているので、おそらく、まだそっちにいるのだろう。二頭登る軒の姿は見当たらなかった。逃げるんだと、彼は、 自分に言い聞かせた、今のうちに逃げるんだ、早く。六兵衛は激しくあいぎながら、急ぎ足に歩いて行き、やがて右手に松林のある丘を見つけると、慌ててその丘へ上り、松林の中へ入って行った。六兵衛は傘を脱ぎ、与能を取って投げると、林の下草の上へぶっ倒れた。危なかったと、彼は、 荒い息をつきながらつぶやいた、もう少しで切られるところだった、あいつが後ろにいようとは思わなかったからな、いつ追い越してしまったんだろう。六兵衛は目を細めた。仰向けになった彼の目に、差し交わした松林の小と、小の高い彼方に、白い雲の浮いた青空が見えた。俺はとんまなやつだな、と六兵衛は思った。臆病な上に間が抜けている。 追いかけている人間を追い越したのも知らず、逆に、後ろから相手に呼び止められた。え、いいざまだ。そんな風に自分を罵倒していると、不意に、公人様のことを思い出した。そうか、と、彼は、眉をしかめた、子供の時の話だったか。幼い頃、母から戒められたことがある。窓から外へ、湯茶を捨てるものではない。 家の周囲には、いつも工人様が見回っているから、捨てた湯茶が工人様にかかるかもしれないし、そんなことになると罰が当たる、というのであった。3。工人様といえば、とにかく神であろう。神なら何事も見通しなはずであるのに、窓から捨てられる湯や茶がよけられず、引っ掛けられてから怒って罰を当てる、というのはだらしのない話である。 人様が本当にだらしのない神であるかどうかはわからないが神でさえ不意に投げ捨てられた湯茶を避けられないとすれば人間である登の,の木はなおさら避けることができないだろう六兵衛の頭の中で無意識にそのことがちらちらしていたのであったそうかそんなことだったのかバカバカしいと彼は高い空を見上げたままでつぶやき 大きなため息をついた。そうだとすれば、追いかけている相手に後ろから呼び止められるなんて、俺こそ公人様見たようなもんじゃないか、ふざけた話だ。ふざけたような話だ、とつぶやきながら、六兵衛は自分の惨めさに涙ぐんだ。これからどうしよう、福井へは帰れないし、住職から与えられたロ銀には限りがある。どこか知らない土地へ行って、 人足にでもなってやろうか、そんな風に思いあぐねていると、国なまりの強い言葉で、人の話し合う声が聞こえてきた。人殺し師だって、本当か、と、一人の声が言った。それで、誰か殺されたのか。うまく逃げたと、他の声が言った。お侍だったが、うまく逃げた、逃げた方が勝ちよ。相手は、おめ鬼のようなすごい浪人者で、10人や20人は、 殺ししたたような面構えをしていた嘘じゃねえ、往来の衆もみんな震え上がって、天然ばらばら逃げ出したもんだ。ふんと、初めの声が言った、ほら、これから五城下まで行くつもりだが、その浪人者はまだいるだかえ。今頃は笠松の土橋あたりかな、と、片方の声が言った、五条下へ行くのは一本道だ、危ねえからよした方がいいぞ。 そういうことなら急ぐようでもないから、今日は、ここから帰ることにしよう、と、はじめの男の声がいい、その二人の話し声は、遠のいていった。街道で行きあった百姓たちであろう、あたりが静かだから、ここまで聞こえてきたのだろうが、十人や二十人は、殺したような面構え、という言葉は、六兵衛の耳に突き刺さり、改めて、ぞっと身震いに襲われた。 だが、待てよ、しばらくして、彼は、そうつぶやき、高い空の一点に目を凝らした。だが待て、ちょっと待て、何かありそうだぞ、よく考えてみよう。彼の顔は仮面のようにこわばり、呼吸が静かに深くなった。彼は公人様を押しのけた。月を天雨という策はだめだ、現にそれは失敗し、情けないほど、惨めなざまをさらしてしまった。 とすればこの失敗を逆に利用したらどうか人殺ししという叫びを聞いて土地の者が恐れまどった今街道で話していた百姓も城下まで用があってきたのにそういう浪人者がいると聞き用事を捨てて引き返した話を聞いただけで引き返した聞いただけでただ話を聞いただけでそうかとつぶやいて彼は上半身を起こした 俺は臆病者だ。世間には、着物座った名人上手よりも、俺やあの百姓たちのような、着物小さい、臆病な人間の方が多いだろう。とすれば。そうだとすれば、とつぶやいて彼は微笑し、とすればという言葉を、これでもう三度も口にした、と自分を非難し、口を開いて、声を出さずに笑った。その手だと、彼は、笑いあんでつぶやいた。 俺の臆病者は隠れもない事実だからな今さら人の評判を気にする必要はないよしこの手で行こう双子六兵衛は立ち上がり世の大方に傘をかぶって松林から出て行った二頭のぼるの木はもうそこを通り過ぎていたが大きな編み傘と際立ってたくましい後ろ姿は六兵衛の目にすぐそれと判別することができた 六兵衛は急ぎ足に追って行き、二十軒ばかり、手前で足を緩めた。よしよし、そんなふうに威張っていろと、六兵衛は、登る軒の,の後ろ姿に向かってつぶやいた。威張っているのも今のうちだからな、今に見ていろよ。稲田に挟まれた道の右側に、小高く丸い日のようなものがあり、そこだけ、一塊に、松林が洋陰を作ってい、その洋陰に、 小さな掛茶屋があったあの茶店へ入るなと、六兵衛は思った。登るのきは、その茶店へ入り、傘を脱ぎ旅のを置いて、腰掛けにかけて汗を拭った。六兵衛は、それを見定めてから、10軒ほどこっちで立てちょり、大きな声で叫び立てた。人殺しと彼は叫んだ、その男は、人殺しだぞ。 越前福井で人を斬り殺して逃げてきたんだ。いつまた人を殺すか分からない。危ないぞ。六兵衛は三度も続けて同じことを叫んだ。小説としてはここが厄介なことになる。その叫びを聞いて登る軒が立ち上がるのと同時に茶店の裏から腰の曲がった老婆と四十みの女房が飛び出し小高く丸五日のような。 遠宮の方へ逃げてゆくのが見えた。黙れと、登るの木がわめき返した。俺には、俺の意志があって可能を切った。俺は、逃げも隠れもしない。北国街道を取って、江戸へ行くと言い残した。売ってのかかるのは承知の上だ。貴様が売ってならかかってこい。勝負だ。六兵衛は、後じ去りながら怒鳴った。そううまくはいかない。勝負だなんて。 切り合いをすれば、そっちが勝つに決まっているさ。私は、私のやり方でやる、この、人殺し。卑怯者と、登るの木はわめき返した。それでも、貴様は、売ってか、勝負をしろ。登るの木は、大股にこっちへ歩いてき、六兵衛は、素早く後ろへ逃げた。逃げながら、人殺しと叫んだ。その男は、人殺しである、そばへ寄るな。 いつまた人を殺すかもしれない、危ないぞと、繰り返し叫び立てた。道には、往来の旅人や、ところの者らしい男女がちらほら見えたが、六兵衛の叫びを聞き、登るの木の抜きんでたたくましい用紙を見ると、北から来た者は、北へ、南から来た者は南へと、皆恐ろしそうに逃げ戻っていった。登るの木は、勝負をしろと、言って近づいてき。 六兵衛は人殺しと叫びながら後じさりをした。卑怯者と登るの木は顔を赤くしながらわめきかけた。貴様それでも侍か、貴様それでも福井藩のうってか。私はこれでも侍だと逃げ腰のまま六兵衛が言った。上位等の証書を持ってお前を追ってきたうってだ。だが卑怯者ではない。渦中では臆病者と言われている。私は。 自分でもそうだと思っているんだ。卑怯と臆病とはまるで違う。俺は売ってを買って出たし、その役目は必ず果たす覚悟でいるんだ。では、どうして勝負をしない。俺が勝負をしようというのになぜ逃げるんだ。勝負はするさ、と、六兵衛は答えた。ただし私のやり方でだ。登るの木は、じっと、六兵衛の顔を見守った。何が彼のやり方か。 ととといいいううことを見極めよししているらしい六兵衛は歯を見せて笑った。それは人がいきなり恐怖に襲われた場合、叫び出す前に笑うような、笑いではない笑い方であった。現に彼は笑うどころではなく、全身で震え、角や脇の下に冷や汗をかいていた。必ず役目を果たすって、おかしなやつだと登るのきは言った。いいだろう。 俺は断じて逃げもも隠れもしない油断を見すまして寝首をかくつもりかもしれないがそんなことでこの俺を打てると思ったら大間違いだぞさあどうかなと言って六兵衛はまた歯を見せたそれは分からないぞ二頭登るけんそれだけは分からないぞ登るの木は眉をしかめ片手を振って茶店の方へ戻った 双子六兵衛は後からついて行き、十軒ほど手前で立てちょうり、登るの木の様子を見守った。登るの木はどなっていた、茶を持ってこいというのである。けれども、さっきの腰の曲がった老婆と、その娘らしい四十絡みの女房とは、茶店の裏から逃げ出していった。登るの木がいくらどなっても、彼女たちが戻ってくる、降参はない、すめて言えば、 二頭のぼるの木は、一杯の渋茶もすすれないのである。それ見ろと、こっちで六兵衛がつぶやいた、いくらわめき叫んでも人はき、やあしない。お前は、人殺しだからな。これから、ずっとそれがついてまわるんだ。くたびれるぞ。茶店の女たちはついに戻らず、のぼるの木はやむなく、一杯の渋茶もすすらずに、その店を出て行った。その夕方。 二登る軒は高岡というところで宿を取った。ここも天領で松平淡路森十万石の所領に属する。六兵衛は後をつけて行き、登る軒が宿へ入るなり、兵の道から人殺しと叫んだ。その侍は人殺しだぞと彼は登る軒を指さしながら声いっぱいに叫び立てた。気に入らないことがあるとすぐに人を殺す。 剣術と槍の名人だから誰にも止めることはできない。そいつは人殺し師だ。危ないぞ。戦争のたらいを持ってきた子女が、たらいをひっくり返して逃げ、店にいた番頭一人を残して、他の男や女の雇い人たちは、皆、恐る恐る、奥の方へ姿を消した。人殺し師だと、六兵衛は、こっちから、登る軒を指さしながら叫んだ。 その侍は人殺ししだ。危ないから近寄るな。危ないぞ。高岡は、さして大きくはないが、繁華な町であり、遊刻のことで往来する男女も多かった。それらが、六兵衛の声を聞くなり、みんな、自分たちの来た方へ後戻りをするか、急ぎ足で恐ろしそうに通り過ぎていった。卑怯者と言って、登る軒が表へ飛び出してきた。 そんな汚い手で俺を困らせようというのか、女の腐ったような卑怯未練な手を使って、貴様それで恥ずかしくはないのか。ちっともと言って、六兵衛は、ゆらりと片手を振った。あなたには、剣術と槍という武器がある。私には、武芸の才能はない。だから、私は、私なりにやるよりしょうがないでしょう。あなたの武芸の強さだけが、この世の中で幅を利かす。 どこでも威張ってと売れる、と思ったら、それこそ、あなたの言ったように大間違いですよ。わかるでしょう。ちょっと待てと、昇るの木が言った。すると、貴様これからも、ずっと、こんなことをするつもりか。六兵衛はうなずいた。いかにもさよう、というふうに、双子六兵衛は大きくうなずいた。そんなことは続かないぞ、と、昇るの木は、 同情するように言った、町人や百姓どもなら、貴様の言葉に怯え上がるかもしれない。だが、侍は違う。侍には、侍の道徳がある、貴様の卑怯なやり方に、加勢するものばかりはいないぞ。試してみようと、六兵衛は、逃げ腰になったままで答えた。いざとなれば、上位党の証書を出してみせるからね。それに、侍にだって、そう。 武芸の達人ばかりはいないでしょう。大抵は、私のように臆病な、殺生沙汰の嫌いなものが多いと思う。私は、そういう人たちを味方にするつもりなんだ。登るの木は、顔を赤黒く土調させ、拳を上げて、卑怯者、臆病者、侍の風上にも置けない未練者などと罵った。あんまり声は多くないと見え。 同じ言葉を繰り返し怒鳴り続けた。六兵衛は用心深く後ずさりしながら、人殺しし、お前は人殺ししだ、皆さん、この男は人殺ししですよ、とわめきたてた。道には往来の者が多く、六兵衛の声を聞くなり、それぞれが元来た方へ駆け戻っていった。彼らの足元から舞い上がる土ぼこりで、道の上下はしばらく、 灰色のもやに覆われたようであった。卑怯者と、昇るの木が、刀の柄に手をかけてどなった。貴様が売ってなら勝負をしろ。勝負といっても、こっちに勝ち身のないことは、わかっている六兵衛はまた後じ去った。私は、私の流儀でやるつもりだ。貴様それでも武士か。どう思おうとそっちの勝手だ。私は、私のやり方で役目を果たすよ。 見下げ果てたやつだ、登るの木は、道の上へ唾を吐いた、福井には、貴様のような卑怯者しかいないと見えるな。人殺しよりはましだろう、とにかく、油断は禁物だということを覚えておくんだね。登るの木は追いかけようとしたが、それより先に、六兵衛が逃げ出した。その動作の迅速なことと、逃げ足の速いことは、驚くばかりであり、登るの木は、 すぐに追いかけるのを諦めた。そうだ、思い出したと、昇るの木はつぶやいた。あいつは、確か双子なんとかいう、福井家中に隠れもない臆病者だ。あんな男を売ってによこすなんて、福井の人間どもはどういうつもりだろう。どういうつもりもない、売ってを願い出たのは彼だけだったということを、読者は、すでにご存知のはずである。そして、これは、 深い企らみや計画されたことではなく、あの丘の松林の中で聞いた2人の百姓の話から思いついた方法であり、双子六兵衛にとって、その他に手段はないのであった。登る軒が欠茶屋へ入れば、六兵衛は、道の上から人殺しと叫ぶ。その男は、福井で人を殺してきた。いつまた人を殺すかもしれない。その男の側へは 近寄らない方がいい、その男は人殺しだ用心をしろとわめきたてる。まず、茶店にいた客たちが銭を置いて逃げ出し、次に、茶店の者たちが逃げ出し、登るの木は、一杯の渋茶にもありつけず、六兵衛に悪口造言を浴びせながら、茶店を出て行くという結果になるのであった。宿屋でも同様で、登るの木が店へ入ろうとすると、同じことを叫ぶ。 大抵て店のものに断わられるが、強引に泊まり込む時もある。そうすると、彼も、その宿に泊まって、明くる朝のことを頼む。あの侍が出立する時は、起こしてくれと頼み、一と、晩中こちらから怒鳴り立てる。十番に泊まっている、侍は人殺ししですよ。と、ある夜は叫び続ける。あの侍は人殺ししです。いつ何をしでかすかわかりません。 皆さん気をつけてください。あの侍に近寄ると危ないですよ。登るの木が飛び出してくると、六兵衛は素早く逃げ、逃げながらも叫び続ける。そらあの通り、あいつは人殺し師です。見境もなく人を殺す男です。皆さん用心をしてください。すると、道を行く人たちは逃げ、店屋は、慌てて王道を閉めるのであった。 登る軒も手を束ねていたわけではなく、物陰や藪や,や雑木林に隠れて、六兵衛の笛を襲おうと幾度か試みた。けれど一度も成功しなかった。臆病者の六兵衛は、あくまで慎重であり、用心深く、ほとんど捕まえたと思った時でも、登る軒の手を巧みにすり抜けて逃げた。まるで、素人が、うなぎをつかみでもするように。 するすると、登る軒の手をすり抜け、風のように素早く、逃げてしまうのである。ある宿屋では、逃げ出した老人がびっこを引きながら、自分の右足の膝には軟骨が出ていて、医者にかかってもよく治らない、だからよく走れないのだが、どうか切らないでもらいたいと、泣き泣き愛想しながら、よたよたとよろめいていた、という悲しい景色もあった。そして 高岡というところへ来たとき、意外なことが起こった。高岡は、富山松平家十万石の所領であり、城下町の富山よりも落ち着いた、静かな風格のある町だった。登るの木は、本通りの松葉屋一兵衛という宿に泊まり、六兵衛も、よく見定めてから、同じ宿でわらじを脱ぎ、特に、帳場の脇のあん部屋に入れてもらった。それから、 例によって夕食を運んできた女中に高ぶ軒の,のことを聞くと、2階の梅にいること、今、風呂から上がって酒を飲んでいること、向こうでも、六兵衛を気にしていること、などを詳しく話した。そこで、彼は、女中に心付けを弾み、その侍は大悪人であり、自分は売てとして追っているものだ。もしかすると、隙を見て逃げ出すかもしれないから。 よく見張っていてくれと頼んだ。女中は承知をし、どんなことがあっても見逃しはしない、と力んでうなずいた。夕食のあと、六兵衛は、ざっと湯を浴び、汗臭い着物に、埃だらけの袴やキャハンをつけて、半時ばかり横になって眠った。長くは寝ていられない。あいつを休ませるばかりだからな。俺の勝ちみは、あいつをヘトヘトにさせることだけなんだぞ。 眠りながら、そんなことを思っていると、誰かに呼び起こされた。六兵衛は、びっくりして飛び起き、どうした、何かあったのかと聞いた。さっきの女中が、何か、知らせに来たもの、と直感したのであるが、そうではなくて、十七、十八と見える、美しい娘が、彼を見下ろして立っているのであった。娘は、ほっそりした小柄なムで、 おもな,がな顔に目鼻立ちのはっきりした、六兵衛にとって生まれて初めて見るような美しい姿をしていた。けれども、娘の表情は怒った時の妹の鐘のそれとよく似てい、彼には美人だなという感想よりも、この娘は怒っているなという感じの方が先に来た。まあ呆れた娘は、暗闘の日を明るくし、六兵衛の様子を吟味するように見ていった。 あなたはいつもそんな格好で寝るんですかそんなことはない六兵衛は首を振った人間誰だっていつもこんな格好で寝るわけにはいかないでしょうそれともあなたはできますか私は女中の桜から事情を聞きました娘は彼の言葉など聞き流していったあなたはうちの2階にいるお客を闇みちにしようとしているそうですね 六兵衛はちょっと考えてから反問した。それはどういうことですか聞いているのは私の方です。私は闇討ちをしようなんて考えたこともありませんよ。その格好でと娘は六兵衛の着ているものを指さした女中に金を握らせて2階にいる客を見張らせるなんてそれが正しいお侍のなさることでしょうか。これには思才があるんです。 娘は座って、膝へ、きちんと両手を置いた。伺いましょうと、娘は言った。私は、おようと言って17歳ですが、両親に亡くなられたあと3年も、この宿の女主としてやってきました。その間に、いろいろなことも経験し、男女のお客も見てきています。話すことが真実か、でたらめなこしらえ事かどうかぐらい、見分け聞き分ける力は持っているんですから。 妹の金と同じだな、六兵衛はそう思い、額の汗を手の甲で拭った。すると、妹の兄さんが臆病者だから、自分は、この年まで、縁談一つなかったのだという、思い詰めた言葉と、真剣な顔つきが思い浮かび、その階層にそそのかしかけられるかのように、六兵衛は大きく、あぐらをかいて座り直した。よろしいと、彼は言った。 これから私の話すことが、あなたにとってどう判断されるか分からない。だが、私は、そんなことを抜きにして、正直に、自分の立場を話す。そして彼は語った。たぶん、こんな十七歳の小娘などには理解してもらえないだろう、と思いながら、これまでの行くたてを詳しく語った。彼にとっては思いがけないことだが、娘は、 話をよくく理解してくれた彼女は涙ぐみ、呼びに来た女中や番頭を追い返して熱心に聞き、六兵衛がうってを願い出たところでは、目頭を押さえて涙をこぼしさえした。さあ行ってください。話終わってから、六兵衛が娘を見た。これで、話は全部です。あなたは、この話を信じますか信じませんか 私が悪うございましたと言って娘はむせびあげた。勘認してください。うたぐぐったりして申し訳ありませんけれど、その代わり、私もお手伝いをさせていただきますわ。六兵衛は、不審そうに、娘の顔を見、娘のおようは彼の方へ、膝ですりおった。四。おようは番頭に、後のことを一切任せ、旅自宅で、六兵衛と一緒に高岡を立った。 土地では古い宿と見え、旅切ってもすぐ手に入ったし、旅費の金もたっぷり用意したらしい。そんなことよりも、お手伝いというのがさらに現実的であり、大きな効果を上げた。これまでは六兵衛一人で追い詰めてきたのだが、高岡からはおようという交代者ができたのだ。すなわち、六兵衛が休んだり眠ったりしているとき。 おようが変わって人殺しと叫び立てるのである。その侍は人殺し師ですと、彼女は、登る軒を指さして叫ぶ、越前の福井で人を殺して逃げたんです。いつまた暴れだして人を殺すかもしれません。皆さん用心してください。そうして十分に休息し、眠りたいだけ眠った六兵衛が、おように変わるという仕組みであった。 これは昇るの木にとっって大打撃であった彼は掛け茶屋にもよれず、宿屋でゆっくり眠ることもできなかった。人殺しという叫びを聞くと、茶店の者は逃げてしまうし、宿屋でも相手にしない。客が満員だからとか、食事の給仕をする者も,もろくにない。泊り客たちが逃げ出すのは言うまでもないし、宿の者や雇い人たちも近寄ろうとしないのであった。 こちらの二人は悠々としていた。あたし本当のことを言うは、おようは娘らしいし、なお作りながら言った。あたしの本当の名派を虎って言うんです。兄が一人、姉が一人、小さい時に死んだものですから、この子は丈夫に育つようにってつけたんですって。よくある話ですよ。だって嫌だわ、大人だなんて、おようは、花柱にしわを寄せた。ですから、 私自分で名を選びましたの初めにつけたのがお弓それも気に入らなくって次は花それから咳去年まではさよって言ってましたのそしてお洋さんですか昔のお友達に同じ名のしとやかでおとなしい人がいたんですしとやかでおとなしいとね嫌だわお洋は赤くなったそういうお友達がいたって言っただけですのよ その他もろもろのことで、二人の話は、次第に柔らかく、親密になっていったが、六兵衛が、そんなことで役目を忘れた、などとは思わないでいただきたい。現に富山城下へ着いたときのことだが、登るの木が宿屋へ入ろうとするのを見て、当番だった六兵衛が、例の通りわめき出し、宿の前は、怖いもの見たさの群衆が、遠巻きに集まってきた。すると、 町方より木と見える中年の侍が、同心らしい2人の男を連れて現れ、六兵衛の前に立ちはだかった。ここは、松平淡路守様十万石のご城下であると、その中年の侍が言った、かような時刻に町中で、人殺しなどと叫び立て、往来の者を脅し騒ぎを起こすとは、不届きなやつだ、役所まで同行しろ。越前の言葉も、鉛がひどい。 だが富山の言葉はもっとりがひどいので正確なところは解釈しにくかったけれども大体な意味だけは推察することができたそこで六兵衛は事情のあらましを語り上位とう習書を出してその中年の侍に読ませた「これはこれは」とその中年の侍は読み終わって風へ入れてから参拝して習書彼に返し「これは」 誠にご無礼と急に態度を改めたかような被災があるとは少しも知らず失礼をつかまつったその中年の侍は古風な育ちと見え道に転がっている石ころのように古臭い決まり文句で長々と詫びとを並べ自分の思い違いを悔やんだ六兵衛にはその半分もわからずこの男は正真正銘の田舎侍だな などと思いながら聞いていた。かように司祭が分かった以上と、中年の侍は続けた。我が藩としても、公主傍観はできません。すぐさま、奉行所の人数を繰り出して、この宿の見張りをさせましょう。あなたはゆっくり休息してください。その武芸者に何かあったら、即刻お知らせをします。宿は、この向こうの田川がいいでしょう。宿賃の心配は、無用。 他に何か希望があったらそれも聞いておきましょうと念のいった親切ぶりを見せた。あなたに伺いたいことがあるんだけれどと田川屋へ泊まってからおようが言った。こんなこと伺うのは失礼かしら。宿帳にはこれまで「どおり兄弟」と書いたので2人は8畳の座敷にヤグを並べて寝ていた。聞いてみなければわからないなと六兵衛は答えた。 もっとも、何を聞かれるかは、およそ見当がつくけれどね。あら本当おようは、枕の上で、頭をこっちに向け、つぶらな目を見張った。そんなら何を聞くと思って。うーと、彼は、曖昧な声を出し、それからため息をついていった。たぶん、私には、上位等ができないだろう、ということじゃないかな。そのことなら心配は、していません。 今度は兵名が振り向いた。ええそう、孫よと、おようは彼に微笑して見せた、女が心から信頼する男にだけしか見せないような、におやかな微笑であった、のるのきっていうんですか、あの人はもう疲れきって、身も心もクタクタになっています。今ならあたしにだってやっつけられますわ。そうはいかない、武芸の名人ともなれば、いざという場合になるとびっくりするように変わるものだ。 びっくりするようにねと言って、六兵衛は、深い体液をついた、あいつを仕留めるには、まだ、相当に日数がかかるよ。私が伺いたいのは、そんなことではないんですと、おうが言った、思い切って言いますけれど、はしたない女だと思わないでください。彼は、そんなことは、思わないと答えた。肝心の話に入るまでの男女の問答は、およそ紋切り型であるし、 退屈至極なものと決まっているようだそこで、その部分を端折って、本題にはいることにしよう。あなたには、もう奥様がいらっしゃるんですか、と洋が聞いた。私にですか、と、六兵衛は驚いたように問い返した。私が、隠れもない臆病者だということは、初めての晩に話したはずです。そのため、妹は二十一にもなるのに、縁談もない。 そんな人間のところへ来るような嫁がありますかでは、結婚、なすったことは一度もないんですのね。六兵衛は黙ってうなずいた。でもと、おようは疑わしげに聞いた、お好きな方の二人や三人はいらっしゃるんでしょう。さてね、彼は、恥ずかしそうに天遊家を見た、家中随一の臆病者と、小さい自分から言われ同士でしたから、美しい娘を見ても、 急いで目をそらしたり逃げ出したり、私にはこれまで好きな娘なんか一人もいませんでしたよ。随分バカなお家中ね、何も武芸に強いばかりがお侍の資格ではないじゃありませんか。世間ではからかう人間が必要なんですよ。と、六兵衛はまたため息をついた。誰にも真からの悪気はないんだと思う。よそのことは知らないが、どこでも。 一人ぐらいは臆病者と呼び、そう呼ばれても怒らないような人間が必要なんだと思います。それであんた、思わずはしたない呼びかけをして、おようは赤くなった。どうしてもあの人を打つ気なんですか。さもなければ、妹は一生嫁に行けないんですからね。あなたのことはどうなんですか。私の何がです。お嫁さんのことよ、東洋が探るように聞いた。 上位等が守備よく行けば、あなたにも、お嫁さんに来る人がたくさんあるんでしょう。六兵衛は、ちょっとのま考え、それから、枕の上でそっと首を振った、そうは思いませんね、と、彼は、陰気な口ぶりで言った、臆病者というのはこの私です。妹は嫁に行けるかもしれないが、臆病者と呼ばれてきたのはこの私です。一度ぐらい手柄を立てたところで、 生来の臆病者の名が消えるわけじゃありませんよ。おようは考え込んだ。この宿のどこかで、賑やかに生やしたり歌ったりするのが聞こえ、床下で鳴く虫の声が聞こえた。ねえとしばらくしておようが囁いた。もうお眠りになって。いや、目は覚めてます。六兵衛は、具合悪そうに答えた。実は、女の人と、同じ部屋で寝るのは初めてのことだし。 私は寝相が悪いので、それが、心配で目が覚いてしまったらしい。けれどもう少し辛抱すれば眠れるでしょう。ねえ、とかけ、ヤグで口を隠しながら、お洋がささやき声で言った。私をお国へ連れて行ってくださらないかしら。だってと、彼はどもった。だって、あなたは、松葉屋の娘主という、大切な責任を背負っているんでしょう。あれは、 番頭の騎士と女中が白のお香に任せてきました。あの二人にはもう子供もあるんです。私にはよくわからないが、詳しいことは後で話しますわと言っておようはこびた微笑を浮かべた、今は私をお国へ連れて行ってくださるかどうかが伺いたいんです。六兵衛は唾を飲んだ、いいですとも、あなたがそう望むならもちろんいいですよ。 証拠を見せてくださる。どうすればいいんですか。あなたは、じっとしていればいいの、と言っておようは起き上がり、安んの火を吹き消した。五。登るん二頭五郎太夫は、成婚が突き果てた。宿へ着けば、人殺しという叫び声で、逆は出て行ってしまうし、宿の者も逃げ出してしまう。富山松平藩から、通報でもあったらしく。 至る所に万氏が見張っているし街道のかけ者やさえ例外ではなく空腹に耐えかねて店の品をつまみ食いすれば代価を置いて行くのに泥棒とか食い逃げなどとわめきたてられたしかも初めは売っ手が一人だったのに今は娘が加わって二人になった片方がのびのび寝ている時片方が起きていて人殺しと叫び続ける その声を聞くとそこまで食前を運んできた宿の女中がその食前を持ったまま逃げてしまうのであった越中富山から小山峠を越えて道は信濃へ入る中には天竜川を下って東海道の見つへ行くものもあるが大抵は中山道を選ぶのが常識だったらしい二頭登るの木は校舎の道を選んだのであるが 諏訪湖へかかる前に、骨の髄からうんざりし、飽き果ててしまった。名の知れない鉱山が、遠く、左にも右にも見え、周りは一面の稲田であった。その道端のひとところに、松林で囲まれた三着ばかり、高い大地がある、登る軒はそこへ上がって行き、大きな網傘を脱ぎ、旅能を投げ合って、大きな太息をついた。街道の彼方には、 予想の男女が2人、言うまでもないだろうが、双子六兵衛とおようの歩いてくる姿が見えた。もうたくさんだと、登るの木はつぶやいた。もう、この辺が決着をつける時だ。彼は、頬がこけ、不眠と神経緊張のために、目は充血し、唇は乾いて白くなっていた。それに反し、街道を歩いてくる2人は、みずみずしいほど、正気にあふれていた。 どういうことがあったのか、筆者の私には分からない。六兵衛もそうだが、おうの方は、特にウキウキした様子で、絶えず、六兵衛に、素早い流し目をくれたり、何か言っては、優しく肘に触ったり、そっと柔らかくついたりした。彼らは、まるで、本来の使命を忘れたかのように、その大地の前を通り過ぎようとした。そこで登るの木は立ち上がり、 俺はここにいるぞ、と呼びかけた。二人は仰天した様子で、娘の方は、すぐさま、人殺しと叫び出した。やめろ、それはもうたくさんだと言いながら、登るの木は、大事の端へ出てきた、そこの双子なにがしとかいう男、男、貴様俺を上位等に来た男だと言ったな。六兵衛は黙ってうなずいた。俺は、初めから、 逃げも隠れもしないと言ってあると、登るの気は続けた。貴様も侍なら、どうして勝負をしないんだ。今ここでもいいんだぞ。こんな茶番芝居見たようなことにはうんざりした。勝負をしろ。それはダメだ、六兵衛は、唇をなめてから答えた。私とお前さんでは勝負にならない。私の方でも、初めから言ってあるはずだ。私は、私のやり方で上位とをするほかはないんだ。 貴様それでも武士か。それは前にも聞いたよ。しかも恥ずかしくはないんだな。六兵衛は頭を左右に振り、ちっともと言った。私はもともと臆病者と定評のある人間なんだ。今更何と言われようと恥ずかしがることはこれっぽっちもないさ。どこまでつけてくる気だ。それはお前さん次第さ。と言って六兵衛は歯を見せた。 お前さんがへたばるまではどこへでもついていくよ。ロギンは余るほどもらってあるからね。貴様は、ダニのようなやつだ。人間じゃないぞ。福井へ帰ったら、そう言いましょうと、六兵衛は逃げ腰で答えた。きっとみんな喜ぶに違いない。勝負はしないのか。そちら次第です。念には及ばないでしょうがね。俺は、嫌だ。飽き果ててうんざりして。 生きているのさえ嫌になったと言って、登るの木はそこへ座った。腹は減りっぱなしだし眠れないし、寝ても覚めても人殺しし人殺しし、しかも尋常に勝負をしようとはしない。こんな茶番狂言には飽き飽きした。俺はここで腹を切る。登るの木は着物の襟を左右に広げ、脇差しを抜いた。ちょっと六兵衛は片手を差し出した。それはちょっと待ってください。 なんだとそう、そっちのお手盛りで片付けられては困ります。お手盛りとはなんだお前さんの勝手にことを片付けられては困るということですと、六兵衛が言った。ここに、私という打ってがいるんですからな。だが、刀を抜いて勝負する気はない。そうだろう。それが、私の罪ですか。とでも言うふうに、六兵衛は肩をすくめた。 俺は誤った登るの木は頭を垂れ、心底後悔した人間のような調子で、しみじみと言った。俺も誤ったし、世間の考え方も誤っている。俺の故郷は日立の在で、何代も前から数政寺という寺の住職をしてきた。だが、俺はそんな田舎寺で一生を終わる気にはなれなかった。都へ出て人にも知られ、あっぱれ古今に。 稀なる人物と世間からもてはやされるような人間になりたかった。日立はもともと武芸の盛んな国だし、名人上手と言われる武芸者を多く出している。名を挙げるには武芸に限ると考え、自分もその道で天下に名を売ろうと思い、数えきれないほど達人名人と言われる人の教授を受けた。だが、 それらはみんな間違っていたと、昇るのきは言い続けた。武芸というものは負けない修行だ。強い相手に勝ち抜くことだ。強く、強く、どんな相手をも打ち負かすための修行であり。俺は、それを学び、ほとんど、その技を身につけた。越前校に見出されたのも、その俺の武芸の非凡さを買われたからだ。けれども、今度のことで俺は知った。強い者に勝つのが武芸者ではない。 ということをまあまあと、六兵衛が言った。そんなふうに、いきなり思いつめないでください。いきなりだと、登るのきはふんしかと、いきり立ったが、すぐにまた頭を垂れた、そして垂れたままで、その頭を、左右にゆっくり振った。いや、これはいきなりとか、この場の思いつきとかいうもんじゃない。そんな軽薄なものではない。俺は、今度初めて知ったのだが。 強いということには限度があるし、強さというものには、それを打ち砕く方が必ずある。俺には限らない。古来から、兵法者、武芸者は、皆強くなること、強い相手に打ち勝つことを目標に学び、それが、最高の修行だと信じている。しかし、それは間違いだ。そこでまた、昇るのきはゆらりと頭を。あなたは、それを、 ももう幾度も言いい続けていますよ何百遍でも言い続けたいくらいが昇るのは抜いた脇差しのギラギラする刀身を見つめながらあたかも自分を叱るように言った強い者には勝つ方がある名人上手と言われる武芸者は皆そうだった宮本武蔵などという人物もそんな風だったらしいだが違う強い者に勝つ方は必ずあるそういう工夫はいくらでもあるがそれは 武芸の一面だけであって全部ではない。それだけでは弱いもの、臆病者に勝つことはできないんだ。六兵衛は、恥ずかしそうに、横目で、ちらっとおようを見た。どんなに剣道の名人でも、と、昇るの気は、続けていった。お前のようなやり方にかなう方、それを打ち砕くすべはないだろう。俺は諦めた。もうたくさんだ。俺は、ここで腹を切る。だから、 貴様は、俺の首を持って越前へ帰れ。それは、と、六兵衛が聞いた。それは、本気ですか。登るの木は、抜いた脇差しへ、懐紙を出して巻きつけた。六兵衛は、慌ててそっちへ行き、台地の下のところで立てちょうった。ちょっと待ってください。ちょっとと、六兵衛は言った。あなたは、本当に、そこで自害なさるつもりですか。 そうだと、登るの木が答えていった。それとも、お前が、俺と勝負をするかだ。六兵衛は、首を振り、手を振った。そうだろう、登るの木は、うなずいた。そうだとすれば、俺は、もう、か服するほかに手はない。お前たちが、交代でどこまでもついてきて、隙もなく人殺しし、人殺しと叫ばれ、飯もろくさま食えないような旅を続けるより、 思い切って自害する方がよっぽど安楽だからな。ちょっと待ってくださいと言って、六兵衛はおようを振り返り、それからまた、ちょっと待ってくださいと、登るの気に言い、あごへ手をやって首をひねり、また、首の後ろをかいたりした。では、こうしましょうと、六兵衛は、商談を持ちかけでもするような口ぶりで言った。この気候では、 越前ままで首を持っっっててて行も腐ってしまうとすれば、首を持って行ってもしょうがないし、だからといって、何にも持って帰らないわけにもいかない。そこで相談なんだが、生きたまま連れ帰ろうというのか。六兵衛は、首を振った、そうじゃない、怒られると困るんだが、お前さんのたぶさを切ってもらいたいんだ。元鳥りとは、と言って、登るの木は。 自分の頭を押さえた、これのことか。その通りと、六兵衛はうなずいた、田草を切られるということは、侍にとって、最も大きな屈辱だとされている、少なくとも、我が藩では、古い昔からそう言われてきたし、私もそう言い聞かされてきたものだ。だからどうしろというんだ。すまないが、と、六兵衛が言った、その田草を切ってくれ、それを、 首の代わりに持って帰る田草が首の代わりになるのか。生首は腐るからなと六兵衛が言った。それに私は人を殺したり自害するのを見たりするのはつかないんだ。変んみみをまたここで引用するが双子六兵衛は上位等を守備よく果たしおまけに嫁まで連れてきたしその高い評判によって彼の妹の金女も。 中野中郎の息子大八郎とめでたく婚姻の運びになったとある筆者である私としてはこれ以上もはや何も付け加えることはないと思う。